はいどうも。今日はですね、最新のアンドロイドを体験してきましたよ。何かっていうとね、近所のね電気屋に行ってね、ワイモバイルのねちょっと売り場に行ってきて、アンドロイド1を見てきました。最近 YouTube でもね話題になってますね。どんな感じかなと思ってね、アンドロイド1これですね。507SH Android 1 シャープですね。こんな感じですよ。Android 1とは何ぞやというところをね説明しますとですね、最新のね Android OS をいち早く体験できるというスマホでですね、まあ前のネクサスみたいな感じなのかな。セキュリティも毎月更新。ね。で、Android OS は発売から18ヶ月間、最低1回以上アップデートを保証するものですと。セキュリティは発売から最低2年間アップデートを保証するものですということですね。まあ、OS が常に最新のものが体験できるということとこでね。なので、アプリがね、結構あっさりしてるんですよ。まあ、こんな、まあ、こう表に出てるのはこんだけですけどね。ここのボタンをタップして、その他のアプリを見ても、結構必要最小限。Google のおなじみのアプリと、あと目新しいものといったら、ワンセグがついてること。それぐらいですね。だから、ワンセグも多分このまま引き続き、アップデートしても使えるということなんですかね。なかなか面白いかなと思ってね見てきたんですけども、スペック的にはねどうも、まあミドルクラス寄りのエントリー機かなという感じなのかな、どうかな。まあミドルクラス、オクタコアだしね。当然もう、メモリが何ギガとか言ってた、4ギガ、 Android 7.0 でしょ。ご購入のタイミングによりバージョンアップが必要。7.0 じゃないのか。アップデートできますよということですよね。防水防塵。カメラは1310万画素でですね、まあ、私の使用環境で重要な画質調整がもう細かくできると。それは写真も動画も、3段階ぐらいだったかな。480p、720p、1080p。この3つにね、選択できるということですね。ここにも書いてますけど、話で前後しますけどね、シンプルな Android スマートフォン。まあこのアプリがね、余計なもんがないんですね。Google マップとか、Gmail とかね。本当に、いわゆるガラパゴススマホではないんですよ。そのあたりがいいかなと思ってね、見てたんですけれども、まあ私のようにね格安 SIM を使ってる人は新規契約ってことなんですよ。僕はデータ通信 SIM ですからね。そうすると月額の使用料金がですね、この端末を使う場合は2ギガのデータ通信プランと、まあ音声通話、かけ放題まで言わないけども、10分以内月300回、まあほとんどかけ放題ですね、データ2ギガというところで、この本体代金含めて3952円がかかりますよって言われてね、まあ心の中でうわ高えと思ったけども、うーんとか言ってね言われましたけども、ただこれ1年間だけでね、2年目でね5032円って言われた瞬間にやめたって思ったんですけどね。まあこれでも安い方なんですよね、キャリアというかね、こういうスマホではなかなかね、これ冷静に考えるとね、これ2年間縛りがあるんでね、2年間のかかる通信費、本体代金含めて10万8000円ですよ。これね、フリーテルの極み2、49,800 円ね、最近僕の動画でも出しましたけども、極み2とフリーテルの音声通話、まあ1ギガプランでやったとしても、
大体ね、月で鳴らすとね、3200円ほどなんですよ。それと比べると、ちょっと厳しいなっていう感じ。極み2が買えるんですよ。ちょっとねーって感じでね。うん、まあ、なかなかね、キャリアのスマホは、そう簡単にはいかないですよ、という感じでしたね。まあ、ものとしては面白いかなとは思ったんですけどね。Android One。まあ、こういうのが一般にどんどん広がってくんないかなと思うんですけど。ただね、Y モバイル、ちょっといいなと思ったのがね、これですね。これがちょっと気になったんですよ。アクオス携帯、ガラケー。まあ知ってますかね？これ Android なんですよ。Android ガラケーなんですね。だから LINE が使えるっていう。テザリングができるっていうね。これちょっといいかななんて思いました。パソコンと同じサイトは閲覧可能というところですよね。このね、アクオス携帯は OS は非公開なんですけども、まあ 5.1 とかが積んでるんじゃないかなと言ってましたね。CPU、クワッドコア、メモリ 1GB、8GB、外部メモリは 32GB のマイクロ SD カードまで、ディスプレイ 3.4 インチ、カメラは800万画素ということなんですね。あ、インカメラないのこれ。アウトカメラだけなのかな。どうなんでしょう。メインカメラしか書いてないですね。インカメラ何かあるのかな。ありそうな気しますけど、なんか点みたいなのがついてるけどね。まあどっちでもいいんだけども、これでね、まあ YouTube にアップできたらいいな。こんなのでもいいなと思うんですけどね。面白いね、これ。ポケットに持っていくのもいいし、これでテザリングできるってね。まあ、Y モバイルなんでね、ソフトバンクの回線になるから、格安シムは使えないけども、まあ、こういうのもなんかちょっといいかななんて思ったりしました。はい。ってな感じ、もうまとまりのない話ですけどね。うん。まあ、なかなかキャリアのスマホはうまくいかないぞと。というお話でございました。